はい、続きからです。ゆうたちゃんの服がちょっと変わっております。はい、いろいろ入荷したんでね、やっぱイメチェンしようかなと。で、ヘアサロン、なんか予定あったっけ。ガーリーかな、ガーリーな感じ、ミディアムぐらい、ウェーブをかけずストレートの方がいい。どうしようね、開始まだ1分も経ってないのにいきなりなんかむちゃくちゃなこと言われたわ。ストレートでしょ。ストレート、これストレートかな、これでもなくない、他にストレートっぽい髪の毛。これ、ああ、まあなんか似合わないけどいいんじゃない。で、桜野さんみたいになりたいんでしょ。あ、でもウェーブかけちゃダメなのか。じゃあこれか。で、桜野さんだから、こうで、いい感じじゃない？はい。だとするとメイク、メイクいいか。髪、目とかピンクだもんね、この子。うわぁ。うわぁ。いろんな意味で完成してない？この子も。ゴージャス。そう、コメントしにくいわ、この子なんか。あ、でもなんかお花つけてるから、ますます本当に桜野さん感はすごいね。で、桜野さんってもう出てくるの？ストーリー終わったんでしょ？大丈夫？あ、そう、靴がダメだって今見た？靴白だって、あれダメだよ。やり直し。テルヨもなんか言ってる。はい。クールにしたい。え、でもレディームーンの髪型ないよね、確か。前髪は斜め。緑色。ちょっとレディームーンに憧れてると思えない。チョイスよね。ロングで前髪は斜め、斜め、な、斜め、え、全然可愛くない、どうしよう。え、全然可愛くないけど。で、緑でしょ、こういうこと。絶対さっきまでのが可愛い、100% 可愛い。ちょっとこれなあ、でもいや、さっきまでのが可愛いな。うん、さっきまでの可愛いよ、出るよ。残念でした。クールかな。そう、カラオケ行ってる風景を見せてほしい。すごい見せてほしいわ。え、なんか照るよ。服かわいいのにな。服かわいいのになんかもったいない。さよなら、シュシュさよなら。自分の店行かなきゃ。おお、なになに、ああ、月子が事務所にも来なくてな。へえ。スワンと共演すると話が舞い込んだ。へえ。どうしたらいいの、ちょっと待ってよ、今シュージいたじゃん、なんでまたシュージ入ってきたみたいになってんの。ヤーじゃないよ、ヤーじゃん。アニメシリーズ、へえ。あー、主題歌、それはハードですよ。やっぱりアニメの主題歌っていうのはね、ほんと生半可にやらないでいただきたいから。なるほどね。冬にゃんがいるわ。ハゲハ。
流れ上アゲハ言っとく。やっぱアニメソムリエらしいからこの子。あ、おしゃれは我慢わかるわ。靴似合う靴を選んでくれます？もう無理ですよえ、わからんよこの子の趣味なんて。え、靴下だけで考えるならこの子多分ポップじゃない？違うかな。これでいいんじゃない？はい。どうしても水色をつけようっていう。あ、でも微妙なライン、微妙なライン。はい、水色好きでしょ。よし、水色好きだもんね。それ知ってたよ。なんとかゴリ押せたわ。ほぼほぼゴリ押しよ、こんなのも。え、チカ子シャンプーが大好き。シャンプーが大好きって何？すっごいパンチ効いてるわ、うん、この手の人前もいたね。ま、女優みたいにはなれないけど、この話も前したね。なんかね、9000円。はい、ちょっと彼女の呪いかな。急に音量が爆発しちゃって、9000円。やばい、この2つしかない。でも彼女のイメージ的にハートはちょっとダサいと思うね。こっちかな。ちょっとやっぱね、うちやっぱほらちょっとハイレベルのお店だから、ちょっとそんな安いのはねなかなかない。大丈夫、来た後なんかこのほら、この着合わせが悪いだけで。ガーリー風なの探してたんだよねって。あなた自分からガーリー、あー、その変な服着ちゃうんだ、上からなんか台無しよね。ああ、行く、そろそろ。じゃあ、ホタルとかのところ行こうか。ちょっとエサはこう。でもアニメ主題歌歌うんでしょ。ちょっとポップな感じ。うん、ゴシックな服。あー、でもマリアの服はゴシックなんだ。なるほどね。ゴシックにしましょう。うん、だってやっぱそういうの寄せていった方がいいって。ゴシックね。でもなんかさ、こういうのあんま似合わなさそうじゃない？これちょっと桜野さんっぽいよな。でも彼女っぽいのこっちかもね。なんか色的に。うん。じゃあこれを基本にして、彼女黄色のイメージだからね。ちょっと違うかな。でも黄色これしかなくない？え、なくない？黄色、黄色じゃなくてもいいか。上はね、ちょっと違うな。ちょっと違うのよね。違うのよ
わー、なんか思ってるのと違う、しぼんじゃう。しぼませたくはない。かわいい色合いないね。どうしよう、これでいい？ちょっと雑になっちゃうわ。履かなくてもいいかな。どっちがいい、こういうのか、こっちの方がぽい。なんかちょっとやめよう、なんか違うな。これぐらいがいいんじゃない。ねえ、こっちかな。帽子とかは必須よね。もうこのダサリボンつけるとゲームオーバーだから。なんでこのダサいリボン大量にあるの。正気。ちょっと今回ちょっと可愛こぶってみましょう。あ、違う違う違う、こっちの方がいい。はい。ただこれがこの子に似合うかどうかよな。まずどうしよう、地味すぎる。メイクも地味だし、本当？でも行くけどなんか、もうちょっとなかったのって思われるよね、多分ね。うわ、60万円ありがとう。ちょうどね、お金なかったのよ、入荷しまくったせいで。夕方ですってよ。ケリーさんじゃん。鈴鹿、イリス。イリスなんか久しぶりに見た気がする。覚えてない。久しぶりすぎてちょっと、サイケナパニエを探してほしい。あ、そうですか。何サイケナパニエって。4個あるよ。あ、やだ、本気。これ履くの、ちょっと嘘でしょ。どうするこれにする。じゃあ色的にピンクはちょっとないよね。はい、ちょっとケリーさんにピンクはないと思うのよ。ああ、なんかね、もう望んでくるアイテムがちょっとダメよ。まあ個性的ではあるよ、個性的ではあるけど、ね、ちょっと近づきがたいみたいなとこあるよね。アイドルっぽいんだとしたらもう上も変えるべきよね。なんか上が OL なのよ、ただの。うわそのカーディガンと全然合ってないよ、下が。あ、クレハはね、可愛いんだよ。クレハ可愛いんだよって言うと違うけど。あ、ミワだ。クレハはね、結構可愛いから。スカートなんです、靴。え？この人ゴシック系？ゴシックでいいのかな？ロリータではないよね。え、靴でしょ。これでいいんちゃうの。多分今この人が履いてるの大して変わらないんだけど。するわ、もうクレハも音量が上がったわ。何？クレハ何？ちょっと話聞いてなかったわ、ちょっと。そのごめんね。はい、さよなら。バイオリンより重いもの持ったことないんだもんな。髪の毛が恋しくならない？大丈夫？
こういったにハマってるんだ。うわー怖い。ガーリーなスカート7000以内っていうのがまたなんかさ、ちょっとアンティークのカップを買ったので今月ピーチないです、ごめんなさい、激怒って感じね。7000円ぐらいはあるだろうけど、全然高い、みんな。でもちょっとこの人ちょっとさ、やっぱりまだなんかそんな若々しいのをちょっとつけるのは違うと思うのよ。やべ、7000円で結構、あ、これだ。ガラガラしてるのがすごいなんか似合いそう。ほらやって、ほらちょっとスカーフがなんかもう、壊滅的にそのポーズが似合わないわね、髪の毛のせいで。あ、なになに、何か選んでください。雑すぎてさ。今ガーリーだったよね、この人。でも何か選んでください、ちょっと雑よあなた。4000円でしょ、しかも。じゃあこれでいいわよ。はい、リボンつけてなさい。もうどこにつけてるんだろうもしかしたらどうやってつけてるんだろう。うわすごい、もうなんかこの子最高にクレイジーだわ今。かわいい、かわいいと思うよ。かわいいよね。なかなかよね、ほんと。結構来るね客今日。あとこの子新しいわ。何何何、ゴシックのワンピ、なんかこの子強そうね、なんか目からビーム出そう。ゴシックなワンピ、あ、これいいんじゃない。だって今のこの子の姿にさ合いそうなのってあんまないじゃん。これいいんじゃない、これいいよ。だって目ピンクだもんこの子、目ピンクだからってのもちょっとやるよ。おお、一気に大人の女になったと思う。さっきまでちょっとお子ちゃまだったから、うん、いいと思う。あ、ちょっと羽織るとダメねそれ、取ってほしいそれ。もうゆうたちゃん引きちぎってやんなさい、それもう。ガッてもう。どういう着こなしなのよって言って怒って、剥がしてればいいね。久しぶりにケン君と喋ろう。なんだ、それしか言わないのね。もういいわよ。もういいよ、いいよ。え、客いないよ。どうしたの、リップ。もう、ここの店もうダメよ。じゃあどうしよう、どっか行く、公園。あっ、びっくり、いると思わなかった。まだここで練習してるの。弥生ちゃんは、迷惑にならないかどうかわからないけど、どうしよう、なんかこれといってすること。おお、千早さんがいるわ。ピンクを意識する、どうしたどうした、みんなピンクなの。ピアス、ピンクのピアス、そんなあった。
あったよかった。この子ね、この子なんかちょっとこれでいいんじゃない、このなんかこれヘザーピアスなの、唐辛子かと思ってたわ唐辛子かと思ってた、形的に。ダメ見えないダメ見えないよ、もう。さよなら。泣いた。ふーんだって、もう全然この子にあまり興味がないっていう。ああ、終わったね。なんか今日はあんまイベントなかったね。その分ランクが上がったからいいんだけど、特にこれといって予定はないと。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。なんかあれだね、イベントがないとちょっと。私でもあれよ、月子のイベント早く起こしたいね。じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。